さあ始まりました、市川バズミです。この番組はナイターオフの期間だけ MBS の解説者、実況アナウンサー、そしてアシスタント誰かが出演し、自分の得意ジャンルでバズる番組をお届けしていきます。この番組のすごいところはですね、 MBS ラジオ、 MBS ベースボールパークと MBS ラジオの公式 YouTube チャンネルとの連動番組となっているところです。さあ今日はですね、もしかしたら今までで一番テンションが上がってるかもしれません。実は私、皆さん野球のイメージがすごくあると思うんですけど、野球と同じくらい、むしろ野球より一足先に大好きに幼少期になったものがあります。それが駅伝です。はい、野球が好きになったのは中学校になってから高校野球を見に行ったのがきっかけだったんですけど、実は多分幼稚園ぐらいから京都出身なので都大路に旗を振りに行ってたんですね。高校駅伝と都道府県の駅伝が、女子は京都であるんですけど、沿道に往路の時に旗振りに行って、また帰りテレビで見てもうすぐ来るよって時にまた旗を振りに行って、という風にもう駅伝が大好きで、小学校6年生の時に高橋尚子さんが怪我明けのレースで復帰して、でオリンピック決めて、でシドニーで金メダル取って、で番組宛に当時ファックスで応援メッセージを送ることができたので、ファックスを送るぐらい大好きで、で皆さんのラジオ聞いてみます。私の読書好きなんですけど、初めてしっかり読んで読書感想文を書いたのが小池翔監督の気になる気という高橋尚子さんについて書いた本で、創作文で賞をもらったんです。今夜は私、市川泉こと市川泉が素敵なゲストをお呼びして、大好きな駅伝トークでバズりたい、ランナーズハイになりたいと思っております。青山学院大学出身、大阪ガス所属のランナー、中村智也選手です。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今夢みたいです。1年前テレビで応援してた選手がアクリル板挟んで目の前に座ってらっしゃいます。はい、いや本当に楽しみに待っていました。今日はお忙しい中ありがとうございます。野球以外で誰か取材したい人、お話聞きたい人いませんかと言われて、一番最初に名前を挙げさせてもらいました。いやもう嬉しい限りで、もうありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、こちらこそです。本当に皆さん、中村智也選手、箱根駅伝見てる人だったら絶対知ってると思うんですけれども、まずちょっと簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。1997年生まれの23歳。ご出身は大阪の東大阪市なんです。専門は長距離走で、なんと皆さん大阪桐蔭高校の出身です。高校1年生の時に全国高等学校駅伝競争大会、都大路ですね、いわゆるに走られたっていうことですよね、はい、で高校3年生の時には1500m で自己ベストを更新されて、近畿大会で優勝という成績を残されています。はい、そして青山学院大学に進学されまして、2020年の1月、箱根駅伝で総合優勝を果たした青学で7区を走られました。でその青学を卒業された後、大阪ガスの陸上部に所属されているということですけれども、はい、箱根を終えられた後は、はい、いろんなメディアで私もお姿拝見したんですけれども、はい、ラジオは出られたことはありますか？いや、ラジオは初めてですね。初めて、はい、多分世代的にあまりラジオって馴染みがないと思うんですけれども、はい、あんまり聞かないですかね。聞かないですね、なかなか機会がないんで。毎日放送は、まあもうテレビとか見たりしてるんですけども、はい、ラジオはなかなかなかったですね。そうですよね、はい、私も仕事してるんで聞くんですけど、はい、仕事する前はあんまり聞くことなかったです、はい、さあこの番組なんですけれども、普段はもうシーズン中野球を中継していたりするメンバーでお送りしているので野球をテーマにしたものが多いんですけれども、うん、中村選手、野球はどうでしょうか？見たりされますか？野球あんま見ないんですよね、正直。ちなみに、はい、高校大阪桐蔭じゃないですか。そうなんですよね。応援とかって？甲子園は行ってましたね。あ、そうなんですか。はい、まあ、あと本当に大阪桐蔭の出身の OB の方で、西武の出身の中村拓也選手、はい、まあ、おかわり君ですかね、はい、だったりとか森友哉選手がいて、はい、まあ、ちょうど中村と友哉って漢字が一緒なんで。そうだ、その SNS 一部でこう中村智也は西武の選手なんじゃないかっていう一時バズりがありまして、はい、うまい、いやいや、もうちょっと打率がすごそうみたいな、確
確かに。でも野球は全くできないです。あ、じゃあプロ野球とかも全然見られないんですか？はい、そうですね、あまり縁がないですね、正直。あ、そうなんですね。なんでやっぱこれからちょっと勉強したいなと思ってるんですけども、はい、大阪ガスは多分毎年のようにプロ野球選手も出るので。いや、もう僕も期待してます、ね、同期からプロが出てくれないかと。本当ですよね。もうぜひ注目したいですね。さあ、市川バズミがお送りしている市川バズミのバズるランナーズハイです。今夜は大阪ガスに所属している中村智也選手をゲストに迎えております。バズミがちょっと慣れないな、うん、はい。じゃあ宮本さんの笑い声めっちゃ聞こえるわ。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、私ハマったらやばいやつし、ちょっと頑張ろう。映像では使いますよ。あ、今のいいよ。絡みでもいいです。すみません、全力で謝ってください。ではちょっと中村選手を掘り下げていきたいんですけれども、そもそも長距離ってすごくしんどい時間が長くて、はい、喜びって最後の瞬間しかないんじゃないかなって思ってるんですけど、はい、なぜ陸上中でも長距離を選ばれたんですか？そうですね、やっぱりしんどいのは確かですね、長いですし、あれだけやっぱり動かすんで、はい、まあ、ただやっぱりその2つに兄がいまして、で兄がまず陸上競技を始めたのがまず大きな影響でして、やっぱり走ってる姿を見て楽しそうだなって思ったのが第一印象ですね。じゃあもしお兄さんが苦しそうに走ってたら選んでなかったかもしれないですね。あ、違うスポーツあったかもしれないです。なるほど、素敵ですね。いえいえいえ。中村選手は何歳ぐらいから、はい、その競技として陸上を始められたんですか？そうです、中学入ると同時なんで13とかですかね。あ、じゃあ小学校の時はクラブとかは入ってなかったんですか？ないですね、まあ、あっても本当にあの学校での単位 の小さな活動なので、もう本当にお遊びのような形だったので、本格的には中学校入ってからですね。へ、お兄さんと結構幼少期から、はい、あの朝とか夜とかランニングしたりとかはされてたんですか？まあたまにですね、やっぱり喧嘩とか結構してたんでなかなかこうひっつくとはないんですけど、まあでもちょこちょこあの指導とかアドバイスくれてたのは兄だったので、はい、そういった意味では本当にライバルでありながら、こうなんていうんですかね、いいお手本って言いますか、指導者みたいなコーチみたいな感じでしたね、はいはい、うわ、それが家族の中にいるってすごいですよね。いや本当にありがたい存在でしたね。はい、それお兄さんに伝えられたことあります？まあ、ちょこ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 ですねなかなかコメント向かっては言えないですけど、はい、ただやっぱりありがたみは感じてますね。あ、はい、その、まあ、正直しんどいっておっしゃったと思うんですけど、はい、このしんどいけどやりがいというか楽しいところって、長距離の楽しいところどういうところなんですか？そうですね、やっぱりね、こう審判とかがいるスポーツじゃなくて、本当に頑張った分だけタイムが短くなる、そういった点ではやっぱり目に見えるんで、やっぱり喜びがなんていうんですかね、もう直で出てくるんで嬉しいですよね。やっぱりもう本当にやった分だけ成果として数字に出るんで、やっぱり単純ゆえに達成感も大きいですよね。あ、なるほどね。そこにやっぱりこうやりがいとか感じますね。はい、やめたいって思ったことないですか？まあありますねやっぱりこう学生生活いろいろ送っていく中で、はい、やっぱりこう自分が頑張ってる時期に他の子がすごい遊んでたりすると、はい、やっぱり楽しそうだなって思いますし、何やってんだろうって思うんですけど、はい、ただやっぱりそれに変えられないものがやっぱり大会で勝った時にあるんで、はい、そう考えるとやっぱりやめられないですよね。はい、その達成感はゴールをまたいだ瞬間に味わえるのか、こういつぐらいに来るもんですか？ああ、まあ終わってからが大きいですね。やっぱりそれはもう駅伝とかであっても、やっぱり自分が終わるまではやっぱり油断できないんで、やっぱりもう終わって結果としていただくに一番嬉しいですね。なるほどね、はい、でもその長距離の中でも箱根駅伝ってもう距離がちょっともうなんか長距離じゃないぐらい長いじゃないですか。そうですね、あれって何キロぐらいが一番楽で、何キロぐらいが一番しんどいんですか？やっぱり10キロから15キロはきついって言いますね。そうなんですか。実際走られた時も10キロから15キロ、はい、そうですね、まあ、あと本当にやっぱり起伏のあるコースで、なおかつ気温差も結構あるんですよね、はい、あの箱根の下の小田原あたりでとかはやっぱり涼しいんですけど、はい、やっぱり日が昇るについて気温も上がりますし、あとまあ往路と復路によってもその影が多いとか少ないってあるんですよね、はい、またあの都会の横浜とか大手町だとビル風が多かったりとか、あ、
そういった意味で本当にいろんな特殊な要件があるんで、はい、なかなかこう比較できないんですけど、はい、やっぱりもう15キロはみんなきついって言いますね。はあ、なるほど、はい、そこを超えちゃうとちょっと楽になるんですか。そうですね、やっぱりゴールが近づけば湧いてきますね、力が。なるほど、カウントアップからカウントダウンに変わるから。そうです、そうです、本当そうですね。はあ、なるほど。そのなかなか見えないあたりっていうんですかね、中間過ぎぐらいが一番きついですね。へえ。中間超えたけどまだ結構あるなぐらいが、はいはい、きついですね。はあ、ちょっと今ビル風とかそのコースのお話あったんですけど、はい、それちょっと後ほどの箱電気でのところでちょっとたっぷり伺いたいと思います、はい